どうも、須藤大和です。なんかね、昨日メルカリっていうの俺、まあ、やってなくて、ちょっと気になってメルカリってどんなの載ってんやろうかって、結構大衆演劇のカツラとかさ、衣装とかさ、いっぱいあって、まあ、こんなん買う人もおんねやろうなって思ってて、で、テレさんがメルカリで騙されたって言って、なんかちょっとそれはまた今度話聞くんやけど、まあ俺メルカリに登録してないねんけど、俺のもんとか売ってんのかなと思って見たら、売っててんな。ちょっと見てみたら、俺のさ、春駒自分のポスター、これ最後に多分プレゼントしたやつだと思うんやけど、お客さんにもう最後なんでって、松山、これ松山から出品されてんだけどな、これがさ、見て、これが1110円でさ、メルカリに売られてんねん。まあプレゼントしたやつから、まあ、自分でメルカリでは自分でやるのは自由やと思うけど、で、あともう一つ、これ俺のこのサインはちょっと昔のサインやねん、俺のだいぶ前のサインやねん多分。だからこれも春駒座長なる前のサインやと思うねんか。これも売っててん。これなんか1111円で売ってんねんか、これ。だからこれ買い戻してみようかなと思って、うん。で、俺がさ、俺の住所で買い戻したら、なんか遠慮してこう取り下げたりしたら困るから、ちょっと店さんに頼んでみようかなと思うんやんか。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす、店さん。お疲れ様です。忙しいですか？お疲れ様です。あ、今ちょっと YouTube 撮影してるんですよ。YouTube 撮影。あ、そうですね。はい。してるんですよ。置いてますね。はい。はい、あのね、はい、はい、僕メルカリっていうのを知らんくて見てたんですよ。で、テイさんようメルカリやってるじゃないですか。はいはいはい、あ、ぼちぼち。うん。で、まあテイさんの騙された話はまたコントするとして。はいはいはい、うん、僕のグッズないかなと思ったら、僕のグッズがね置いてたんですよ。はい、メルカリで不動大和って調べたら、僕のまだ座長になって春駒座で座長やってる時のポスターが、松山のなんかっていう人から出ててん。はいはいはい、うん、それ1110円で。本当ですか？うん、それとうちわが僕のサイン入りやねんけど、前のサイン入りが1111円で出てたんですよ。はいはいはい、それテイさん悪いんやけど、僕がさ買い戻したら微妙なんで、テイさん代わりに買ってもらっていいですか？はい、代わりにテイさん買ってください。買いますよ。で、送ってこなかったらダメやからね、やっぱり。じゃあどうしましょう。え、まあそうですね。うん、じゃあどうしましょう、今から。今から買っても買えます？はい、テレビ電話しながらやったらきついかも。きつい。あ、じゃあそれと、もう一つ、劇団王座さんで調べたら、王座で調べたら、はい、あの福袋っていう600円のやつが出てきたんですよ。はいはいはい、あれも一緒に買っててもらっていいですか？それカルちゃんに送りつけようかなと思って。わ、 OK です。はい、じゃあそういうことで、すいませんけど、はい、ポスターとサイン入りのうちわ、うん、それと大座さんの、それと大座さんの福袋、値下げしました、600円。はい、うん、値下げしました600円がちょっとね、僕のやっぱ値打ち、ちょっと1100円って値打ち下がるじゃないですか。サイン入りで1100円ってちょっと嫌やから、1万円で出品してもらっていいですか？僕がっすか？はい、 OK です。だからポスだから、サイン入りのうちわはやっぱり1万円で出品せんと、僕ほら値打ちが、ほらサイン入りですからね、僕の。あ、そりゃそうですよ、サイン入りですから。うん、で、サインですからね。そう、僕みたいなスターのサインやのに1100円って気持ち悪いですから。
1万円で出品してもらっていいですか。天さん利益はもう天さんに渡しますんで、はいよ、それを買い取って1万円で出品してください。了解です。はい、で大沢さんのやつは僕がカルちゃんに直接あの送り返します。買ってしまっていただければうち飾りたいですけどね。ほんならメルカリに出品せんと役者好みで売ってくれます、はい、1万円で。あ、オッケーです、オッケーです。じゃあ役者好みで値札つけて、サイン入りうちは1万円で、はい、でポスターも高値で、はい、絶対売ってくださいね、それ。やべえ、こうなりました。テンさんがメルカリで買って役者好みで僕のうちわを、サイン入りのうちわをプレミア価格1万円で売ると。はい、でお客さんそれ見せてっていう時は絶対手袋させてもらってくださいね。あ、そうですね、絶対手袋してっていう、なんか高級な、そうそう、いいですか。はい、大丈夫でしょ。そういう感じで、じゃあこのような形でね、うん、このような形で額に入れさせて、額に入れて、そう、出品してください。で、この店の前の、はい、この一番いい、OK ですかね、一番いい場所、一番いい場所に、OK、OK、 置かせていただきます、OK です。じゃあお願いします。了解です、じゃあ後ほど。はい、うん、せやけどもろてんやつをさ、プレゼントしてもろたやつを売るなよ、ええ加減にせ。しかも安い値段で1100円って、こんなもん送り位置になんやしてたら損やろ、ほんまに。うん、さよなら。